はい。えー、熟成さんから報告いただいたので、知らせていきたいと思います。6月の結果報告させていただきます。6月は収益313万4800円でした。個人的には初めて月収300万円を超すことがで,できたので、そこが一つ成長できたか、できた点かなと思います。まだまだ満足せず、7月が始まったので、今日からしっかり分子設定していきます。ということで、いいじゃないですか。はい。えー、俊英くんですね。 はい、まあちょっと音声対談をオファーしましたんでまあ多分取れるとは思うんですけどえー、また取ったら公開したいと思いますどうやって300万達成したのかですねはい、まあ、やっていけばねえー、まああとはまあ単価ですからうんまあ数か単価どっちかですねもうこれしかないですからなんか300万って聞くとなんかすげえなとかね月収300万えー、ああ<ー>うみたいになるかもしれないですけど数もう掛け算でしかないです 客数、客単、これだけです。30万の商品だったら、10名で300万になります。オ、OK、ケすか。50万だったら、えー、っと、6名で300万です。オ、OK、ケすか。はい。まあ、あと人数増やして単価ちょっと落とすか。どっちかですね。だから、まあ、あのね、ドリアカでもお伝えしてますけども、まあ、30万ぐらいのバックエンドは欲しいよねというところで、まあ、10名売れば300万ですから、 じゃあ10名は不可能な数字なのかと。10名に商品を売ることは不可能なのか。不可能じゃないです。ちゃんと勉強して、ちゃんとやって、凡事設定やって、30万の商品を10名に売ることは可能です。可能です。はい。なので、まあそれは、ちゃんと勉強して、ちゃんと凡事設定して、ちゃんとやらないと、それは可能にはならないですけれども、まあやれば、シュうメ君も最初はね、そんなこんな売り上げ作れなかったですから。 頑張りましょう。はいということでシェアの方を終わりたいと思います。ありがとうございます。